どうぞどうぞ。ついてみな。すごうぅ、っ。え、やば何くこない？こ。ここ。何ここ、何ここ。すごやばいでしょう。よかった、ライトがい。この町の紫色自じゃ然なをくて。守ってるいい人ですか？そうですね。しかもそう、だよ。何を言ってんのよ、本当に。ベティさんは。どんな自然の守ってんだろう、これ。あれは白市民だ。ベティさんはどうぞ白座って市民くだで、さい。パティさんは失礼します。半グレか。そうだ。なるほどね。どこでもいいですか？いいっすよ。あ、全然、めっちゃここ、そっじゃあちを。ここにします。あ、絶対おかしいよ、絶対おかしい。あんな近く来な。あ、そっか。うん。ここに座ります。どっから何話そうか。加藤さんのこと何も知らないんですって。ああ、そうか。そうだな。僕は、表向きは E5 バーガーっていう、はい。ハンバーガー屋のオーナーをやってるんですけど、はい。裏では、麻薬カルテルっていう、ディープっていうカルテルの、ボスもやってます。麻薬カルテル、はい。はい。ギャングの人たちに、僕らしか作れない薬をおろして、ギャングが戦いやすい世界を作るのが僕らの仕事です。わかりました。で、ちょっと今仕事できる子を探していて、はい。まあがっつりっていうよりはまあバイト感覚で全然いいんですけど、薬を作るお手伝いをしてくれる人を探していて、藤子さんに、まあ、ちょっとそれを誰かいないって聞いた感じなるほど。だったんですね。これえ、ま、僕以外でうん。どのタイミングで紹介されてる人とかって言いますか？私からはこの子しかう紹ん。介はしてないわね。わかりました。ありがとうございます。なんかベつンな、ツさんあ、ごめん。は今何を今は、いる感じなんですか？半グレの立場で、傭兵組織ってご存知ですか？ああ、知ってます、知ってます。そこの傭兵組織に入って、傭兵としてあ、そうなんだ。経験を積んでいる段階です。なるほど、なるほど。まあ、この仕事って結局、ギャングのためにしかない仕事なので、ギャングに最終的に入るときには、このバイトを辞めてもらうしかないんですけど、はい。まあ、今の現状、傭兵だったり、半グレになったら全然やってもらえればなと思ってるんですけど、急にごめんなさい、この紫色のやつ、僕の部下で、高はい。橋ホロンっていうやつです。うちのカはい、ルテホルロのンメンさん。バーです。何度かお会いしたことありますよね。よし。そうですね、A2 とかでもそうですし、それこそ物産展で初めて会いましたね。そうですね、そうですね。懐かしいですね、物産展。懐かしい、だいぶ前だよね、でもあれも。
ここ来たばっかっすね、ほんと。まだ初心者マークついてたなと思って。そうです、そうです。あの、魔女カセの店長さんに案内してもらって。すいません、話の腰を折っちゃって。という感じの、まあ、仕事なんですけど。はい。まあ、興味あるかなっていうのと、今後どういうことしていくのかなっていう2つを、いければなって。思ってました。わかりました。そう、その質問答える前にまだ聞きたいことがあって。ああ、はいはい、聞いても大丈夫ですか。加藤さんは白市民ですか。いや、黒だね。だって薬は犯罪なんで。ああ、なるほど。じゃあそこはなんか警察にバレてるとかっていう話ですか。バレてますね。どこまでバレてるかも詳しくはまだわかんないですけど、はい、まあ、しょっちゅう、まあ、特にこの高橋メロンは毎日の薬を練ってるんで、あの、はい、ほぼ毎日職質されてるし、ただそのうちらが作ってる新薬っていうのがあるんですけど、はい、それってまだあの押収対象ではあるけど違法物じゃないらしいんですね。はい、なので、まあ、僕らが捕まってはいないんですけど、はい、あの、まあ、それでも花取りに行ったりとか、まあ、既存の今あるの、まあ、どこまでケンツ君が薬のことを知ってるか分かんないんで、ですけど、もともとこの町にあった薬も作ったりはしてるので、そういうのを取ったり作ったりしてるときには、まあ、捕まるときはありますね。わかりました。加藤さん自身がどこかのギャングに所属したりってのもない。ないですね。でも基本全ギャングが加藤さんが麻薬カルテルやってるってのは知ってる。知ってます。僕らは全ギャングとの取引をしてるんで。そこはフラットな関係で取引してます。そうですね。ギャングのために設立したので、僕はよっぽどじゃない限りはギャングに売らないみたいなことはしてない。今のところはないです。わかりました。他にそのマイクカルテルのメンバーというか加藤さんの部下は何人いますか。全部詳しくは言えないですけど、まあ、はい、10人はいないですね。なるほど。あ、でもそんなに大きくなったんですね。まあ、そのバイト的な子も含めれば。うんうん。あ、そう。このメインでやってるのは相変わらずのメンバー 3,4、うんうん、人でやってるけど、はいはい、まあそのメンバーにならなくとも、例えばね、素材集めるバイトだったりってのでも欲しい。そうそうそう、素材バイトだったりですよね。ものによっては、それで薬って手出したことある？ないです。なるほど。薬って基本的にはまあ、素材さえあれば、あと場所さえ分かってれば、まあ、あとレシピは必要なんだけど、はい、作れるんですけど、うちの薬はその、労働ポイントも使うんですよ。あ、はい、そうなんだ。そうなんだよね。普通の今までの薬と違って、こう製造工程が何段階かに分かれてて、途中で、まあ、クラフトポイントも必要な製造工程があったりするので、そういうところだけ手伝う人とか、その製造工程が何回か、まあ、何工程があるんで、その1工程を手伝ってもらうとかがいたりする感じですね。だからがっつりやるっていうよりは、こう何かこう半グレしながらとかっていう子が多いかな。基本的にも半グレの方のみって感じですかね。そうですね。やっぱギャングにその平等にビジネスをする立場なので、どっかのギャングに所属したままうちに仕事をしちゃうと、それが、まあ、バランスが崩れちゃうのと、またちょっと前にあったように、多分市長にバレた時に個人みたいにギャングに所属してるならバラすぞみたいな感じにされる可能性があるんで、ここは平等にやってますね。まあ、どっかのギャングに肩入れすぎちゃうと、また解体されちゃうみたいなことがありますからね。ギク、ギク、
やばいやばい。私やばいやばい。他になんか質問あったりしないの？ギャング、例えばその部下だったりとかバイトの方が、うん、ギャングに入るときって、うん、どういう話の流れでこうマイクカビテルを辞めることになるか、その後の付き合いとかも知りたいです。まあぶっだけ、まあ自己申告してもらわないと分かんないっちゃ分かんないじゃん。まあ僕らはそのギャングじゃないんで大型任務とかに行くわけでもないので、はい、あとその受注場所に行ったりとかもしないんで、お前うちの仕事してんのにギャングやっとるやんって僕らが気づくことってほぼないので、まあ、信頼の上で成り立ってはいます、はい、なので辞めるときは言ってもらうしかないかなって、ギャング入るときに。それを受け入れる。そうですね。あの別に辞めさせねえよみたいなのをうちはする気ないので、辞めるときにいくらよこせよみたいなのをする気はないので。なるほど。まあ、去るもの追わず。来るもの拒まず。来るもの拒まずな僕は精神なので。でもその代わり、まあ、情報とかは流さないでねっていう約束とかはしてもらいますけど、要はね、その僕らと仕事すれば薬の原価が分かるので、最終的には、はい、でね、ギャングに下ろしてる金額を知れば利益率が分かっちゃうことなので、はい、ここは本当に、まあ、ギャングに入るから辞めました時には、まあそういうあたりで知り得た情報は、まあ、流さないでねっていう約束はしてもらうしことにはなると思いますけど、うん、なるほど。それって各組織のボスとかも知ってるって感じですか？うん、どれを、まずマイクカビテルのことを知ってるかって話は先ほど知ってるって話でしたよね。あ、全ギャングのボスと話して取引してるんで知ってますよ。原価とかは知ってますか？原価？はい、何も知らないし、何で作られてるかも知らないですね。もし知られた場合ってどう対応します？まあでも作れるのは僕らだけなんですよ。その新薬に関しては。そう。僕らの麻薬カルテルっていうジョブについてないと、そもそも作れないので、まあ知られたところで作れないって作れないでいいんですけど。はい。まあ。あまり知られたくないじゃない？はい。わかる。風情としてね。うんうん、わかるわかる。っていうところなだけかな。まあそれでもしバラしちゃうようなギャングに入ったからってギャングのボスとかに言ってんなら教えろよみたいな言われて教えちゃうようなら、まあ逆に売らなくなるだけなんで、そのギャングには。なるほど。まあ知られたから売らないってことはないけど。利益率原価こんだけなんだからもうちょっと安くしろよみたいな詰められ方したら別にじゃあ売りませんっていうだけなんで、まあ今のね、ギャングのボスの方々でそんなビビっちゅう方いないとは思いますけど、ね、まあ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 、うん、うん、なんか答えれなかったら大丈夫だけど、さっきのからの質問的にケンツ君はギャングに入ったりっていうのを一応考えてるってことだよね。考えてるんだよね。ああ、もちろんそうですね。半グレのままずっとっていうのはで、うん、僕結構そういうこういう話いただいた時に、うん、割とその可能性があるものは全て考えるようにしてて、うん、こういう時はどうですか、こういう時はどうですかっていう聞くことが多くて、うんうん、例えば今の話だと、既存メンバーの中、まあ、半グレ限定だとは思うんですけど、うん、その中からいずれギャングボスになる人って、まあ、可能性としてなくはないわけじゃないですか。まあ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 、そうだね。例えばどこかの組織に入って学んでから独立だったりとか、うん、そういう人に対しての対応はどうするのかなっていう、うん、別に特にこういう人だからここまでは教えないとかそういうのは特に考えてはないかな。結局あのギャングはあの別に敵対組織じゃなくてビジネスパートナーなんで、うちは。はい。まあ、う
ちで仕事してギャングに入るのもうちで仕事してからギャングを立ち上げるのもどっちも同じことだと思いますよ。まあ先ほどの話だと、うん、そのギャングに入ってその原価とか知ってる状態じゃないですか、ここで働くということは、うん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 、それをできるだけそのギャングボスには知らせたくないし、もし知らせるような組織があればそこにはまあ取引を止めるっていう手段も取れるって話だったと思うんですよね、うんうん、その話でいくと、あのディープ内で相当出世しないと原価がいくらかは知り得ないです。出世しないと、なるほど。なのであのさっき言ったようにその取引に工程があるって言ったじゃないですか。はい、最初からその核心に迫る利益が分かる工程はあの幹部にならないと分からないような作りにはしてるので。ああ、なるほど、そういうことですね、うん、最初からやってもらうそのアルバイトのところはこれでこれ作ってみたいなところで、まあ、そこの原価は分かるにしろ他組織のこんな話聞くことないからな、最終原価はそんなに分からない。テンション上げる、うん、これあれかな、ヤングボスとかもすみません気になってる、もしかして。でもそこまで考えてるのは素晴らしいことだと思いますよ、ね、すごいですよね、うん、あとやりたいことが分かってるからだと思うし、うんうん、あとは実際どのくらい儲かるかっていう数値の部分も聞いてみたいです。僕ベースで大丈夫です。その幹部とかにならなくて、うんうん、一番最初入っての最初に教えてるバイトの業務であれば、はい、これ私ここいて大丈夫？別にどっちでも、うん、一番最初の業務は正直言って利益あんまり出ないです。1時間に1000万ほどですね。でそれをその業務をある程度やってくれた方には、まあ、もしくは信用ある方でしたら最初からご紹介する可能性もあるんですけど、それをやっていただいてやってくれた方には労働ポイント1500と10分と引き換えに約1300万の報酬がいただける仕事を紹介しています。なるほど。で、それをやそれを継続してやっていただいたらまた別のお仕事、今度はジョブをつけてもらって、ジョブをつけてもらったらいくらだったかな、時給5000万ぐらいのお仕事を紹介できます。うわー、あ、ごめんなさいうわ、すげえ。っていうのは人によっていて、まあ、ぶっちゃ時給が大幅に下がるどころか赤字になる方も出てきますね。あ、捕まるのかな、ね、その仕事得意なのが僕なんですけれど、あのディープの中で僕だけが時給5000万で、あのその仕事をやれてます。すげえ、金持ちやんけ。あんた、まあ、言うても最終的にあのギャングよりないと利益は本当は出ないんで。そうですね。なのでその仕事を無限にできるかって言われるとそうではなくて、あのまあ、薬が売れてるならば無限にできるんですけど、あまり売れてない現在は、まあ、ずっと例えば100時間とかやられても、まあ、100時間分お金をお渡しできるかって言われたらそうではないですね。需要と供給がね、現状は新薬があまり売れてないっていうことなんですね。物によりますね。その何種類かあるんですけど、はい、その用途が違うので、あのこういうミッションだとこれが使えるとかが今あって、薬もまあできて今3ヶ月ぐらいなんですけど、はい、まあ、定期的なスパンで薬の中身もずっと調整をしていて、それによってまあ、あの良くなったり悪くなったりしてるので感じですね。もちろん既存の薬のレシピとかも知れたりはするって感じですか？知れますね。あのまあジョブにつけるぐらいのまあ、ジョブについてだけじゃ無理なのか。薬ってその既存の薬はまあ正味誰でも作れる。まあ、レシピさえ知ってればっていう話ですよね。そう、レシピさえ知ってればね。それで作る方法よりも高効率で僕らは作れるんですよ。なるほど。ああ、そうなんだ。それをでも知るには幹部にならないと知れないのでそこまで行けば、まあその要は最悪ギャングに売れなくても、その既存の薬って心なきに売ることができるんですけど、はい、まあ、彼らに売ればもっと稼ぐことはできなるほどところですね。まあ、ただあの最初からできるわけじゃない。
幹部への昇格条件だったり、かかる日数貢献度みたいな部分って、どのくらいまで明確に決まってますか？結構気になってるんだね。明確にはそこまでは決めてないですね。ベースとなるその何個か工程がある中のいくつかの素材を作ってもらうっていうのを、まあ、例えば1週間に1000個納品してくれればとか、ある程度やっぱこうその素材その工程をがかかるので、その全部の工程を僕らでやってると時間かかるので、1工程目とかをそのバイトの子に流したりしてるので、お金もそうですし、はい、そこをこう積極的にやってくれる子たちには、じゃあ次この工程もやらせようとか。てか10人未満とは言うけど結構いるんだね。毎日3時間4時間やれって言ってるわけではないですけど、毎週こんぐらいコンスタントに作って持ってきてくれるなら次の工程教えようかなみたいな、まあ、ギャングで言う花をどんだけ納品してくれる子かみたいな言い方はしてますね。わかりました。参考になるかわからないんですけれど、設立メンバー以外で一番出世してる子でも、まだ全工程を知るところまで出世してる子はいませんね。1ヶ月以上所属はしていますが。そうなんだ。どこでか。いいね、時間かかる感じ。かなり慎重に。そうですね、昇格するとしても投げてるのはもう話聞いても分かるんで、はい、やっぱその今まで作れた薬より高効率で作れてしまうところとか、要は何を言ってるか分からないですけど、バランスを破壊しかねない状況なんですよ僕たちは。まあそうですね、かなり聞いてて思いました、はい、経済バランスが崩れるかねない仕事なので、そこがエアを読める人かどうかも判断材料にはなりますね。一応僕なんかはかなりもう薬作っていて、自分個人用の薬も作ってたりするんですけど、カルテルのルールでこの自分で作った薬に対しても自分用の薬に対しても強い制限が あるんで、まあ、自由に使えるものではないですね。それぐらい気を使って薬は作った薬は使っています。ただ本当に稼ごうと思えば幹部になれば、ギャングに売れる売れない関係なく1日8000万とかは売れるようにはなります。すげえ。なるほど、すごいですね。夢ありますね。うん、すっご時間は、まあ、その分取られるけどね。まあもちろんもちろん、うん、まあ、2ヶ月8時間毎日薬寝てます。あら、イチローさん煙吹いちゃった。メロンさん起床率も高いんですね。今日は毎日起きてます。ほぼ毎日か。毎日5時5時でやってます。え、マジ本当にね、もうずっと薬作ってるよ。このコメロンさんは幹部ですか？ちなみにコロンです。あ、ごめんなさい、すみません。ちょっとおいしそうになっちゃったね。ほんとすみません。かわいいからいいじゃん。設立メンバーで入ります。あ、なるほど。設立メンバーの中では新しめの方ですけど、ホロンさんに関してもあれですか、その例えばギャング入り、もしホロンさんが志す中でギャング入りを目指すって話が出た時は、加藤さん的にも基本的なこう何か払えとかそういうのなく送り出すって感じですか？うまい。そうですね、うん、あ、でも首には首って言っていいんですかね。首にはされるでしょう、ね、まあもちろんそれはもちろん。そうですね、逃げてばっかりじゃないですか。ちょっと電話だけでちょっと。いやいやいや、だいぶ引っ掛けてるよ。もしもしにゃんこ好き、にゃんこ好き。いや、ごめん、ちょっと時間かかっちゃったわ。その内容自体はどうだった、成功した？まあまあ、まあ、もちろん大成功よ。こう当たり前やん。でもどうする、もう1時だからさ、また今度でもいいよ、時間だったら。明日も起きてくるけど、にゃんこ起きてくる？僕自身、長く半分で起きてくる、明日も。でも今日ね、ちょっとバタバタしてたけど、明日、うん、多分ゆっくりしてるから。そうやね、もう、明日でいいよだったらゆっくりしながら、ね。本当に？あ、全然気にしないで。エンジンスワップする車は決まったか？うん、それこそ。当たり前やん、もう。一番高いやつ持ってくわ、ほんと。やばすぎ。しょうがないな。うん、スーパーカー持ってる。オッケーオッケー。じゃあ、明日だとありがたいから、明日でもいいかな。いいよ、明日にしよう、明日にしよう。ありがとうね。
焦って教えたら分かんなくなっちゃいそう。あ、オッケーオッケー。じゃあ明日ゆっくりちゃんと教えるね。はいよ、お疲れ様。ありがとう、おやすみ。ついてきてもらって。もうなんでニャンコこんなに空気読めるんだろう。本当に超うまいわ。この子本当に素晴らしいし、ごめん飯食ってます。話したりとかも。すいません飯食ってます。だんだん話してるのに。あるかなと思う。なるほど。なんか自分のステップアップに全然。これ A と誰もいないですかね。別にそこは。なんかハングレだとやっぱりその薬のレシピをまあ何らかのジュートで知ったとして、うん、まあ、それでやっと薬って寝れると思うんですけど、うん、そのハングレで寝るって結構この街だと厳しいじゃないですか。結構怖いね。そこ俺はやってたけど、まあ立ち上げるぐらいまで至ってますからね。そうか、立ち上げるまでにあのバレないようにとか、はい、まあ特定のギャングにだけあのお願いしてここで作るなら別に俺らは何も言わないよみたいなだけ、まあ、そういう過程をね経てるからまだ良かった、うん、良いですけど、まあ、誰にも何もギャングに言わず訂正所で練ってたらもう分かんないね、どうなる、まあ、でも今はでもどうなんだろう、詰めるギャングっていいのかな、まあ、分からんけど私はいると思いますよやっぱり。俺は俺の時代は結構いたね。うんうん、売ってるだけでも結構詰められたね俺は。レシピが効果って話は聞きましたからね僕も。うん、じゃあそのこのカルテルに入ると、まあ、要はそのこの人はカルテルの人だってギャング間の中でも情報が回るわけじゃないですか。そうですね。その上で自分のそのギャングの領域内で寝てたとしても、まあ、結局その人たちの組織のために下ろすために作ってるので、うん、まあ多分詰められないと思うよきっと。なるほど。詰めたら買えないかもってみんな思ってくれると思うんで、うんうん、まあ薬に関しては強力な後ろ盾にはなりますからね加藤さんたちは、うん、やばい。ひとまずちょっとこの場で即決はできなくて、全然全然僕自体結構持ち帰って考えるタイプの人間、ちょっとあの優柔不断かと思われるかと思うんですけど、いや慎重なんだよねすごい、いいと思う、ちゃんとその大事に向き合いたいっていうところなので一度持ち帰らせていただいて今週中に答え返事をするっていう形でも大丈夫ですか。大丈夫ですよ。だから多分連絡先を僕持ってないので、あれ俺交換したったっけ、前もしかしたらしたかも、一応送ります。はい、すみません、ありがとうございます。僕もいいですか。あ、僕は交換してますね。そうですね、かわいい2人とも携帯いじってんの奥の二人かわいい。あと加藤さん、うん、最初は普通時給1000万のやつから入ってもらうと思うんですけど、うん、藤子さんの紹介ですし10分1000万のやつからもらってもいいんじゃないですか。え、どうしよう、やばい、なんかそんななんかすごい得点きましたよ藤子さん。やべどうしよう、どうしよう。それってブロッハンマーの方。そうですね、ハンマーの方ですね。あのロードポイント使うのですまあどっちうん、どっちでもいいよそれは。まあケンツくんがちょっと考えてみてもらって。あ、怪奇系歪みかもそれ。わかりました。あ、ちょっとこっちも考えておきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、お忙しいのに。いいえ、ありがとうございます。じゃあ今後の流れとしては僕から、加藤さんに連絡をします。そうですね、はい、いやすごい魅力的なお話ありがとうございます。あの、この情報はちゃんと丁寧に扱うんで。ありがとうございます。あ、ちなみにケンチさん、あの加藤がいないときは僕に繋いでくれたら六本経由でも連絡できるんで加藤には。はい、でも構いません。わかりました。よし、じゃあ引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。お、なんかすごい、なんかすごい
かっこいい、こういうの。ミンス君、お土産あげるよ。おお、ありがとうございます。あらあら。怪しい3人ですね。これが新薬の一つです。何個かある中の。はい、ありがとうございます。あら。これは、1個飲むと、体力と、アーマーが 20% 回復して、はい。水分とお腹が 5% ずつ減ります。ただ、銃を構えたまま飲めて、飲むのに2秒で飲めて、はい、連続して飲めます。面白っ。これ全部薬じゃん。一つも覚えてなかった私が。何早すぎて、たくさん飲めるしか覚えてない。どうしよう。そうだよ、これただの植物じゃないんだよ、これ本当に。いや、帰り道で、ま、最初入った時と全く違う景色でした。でしょ？ちょっと、もう何回でも見たいこれ。やばいよね、これ。ワクワクしますね。これはやばいよ。わさわさ。ではありがとうございました、お時間。いいえ、ありがとうございました。マロン君もありがとうね。いいえ、こちらこそ紹介していただいてありがとうございます。よいしょ。